ラスト頑張っていきましょう。おっと出てきた、出てきました。うわ、そしてうわ結構ある。うわすげえすげえ、めっちゃあるじゃん、めっちゃあるじゃん。なんだこれ、3個ある3個。運良すぎ。はい、皆さんこんにちは、リュウケンです。リュウクラ2パート30やっていきましょう。まずは前回のリュウクラ。前回は畑作りをした。4つの区画に分けてレンガの道や道具置き場、噴水を作り、見た目もおしゃれな畑ができました。ということで今回はですね、古代の瓦礫を求めてネザーでブランチマイニングパート30にもねなるんで、まあそろそろねネザーライト装備をね作ってもいいかなと思ってきたんで、ネザーに行って古代の瓦礫をね集めに行きたいと思います。ウリボー君は相変わらず畑のねおばあちゃんの格好で頑張ってます。はい、よく育ちましたか。そっか、もう収穫の時期ですね。それでは早速行きましょう。こちらね前回作った畑なんですけど、もういい感じにね人参も育って、完全にこうやってなんか育ちきると結構やっぱ見た目もいいよね。こうビートルート相変わらずねないんだけど、ビートルートねなんかどっか村ちょっと行ってもらってこようかね。まあその前に今回はね、まあネザーでブランチマイニングってことなんで、一応ねウリボーもねダイヤ装備多分着た方がいいと思うよ。おー、かぶったかぶった。おー、完璧だ。完璧になりました。おー、やる気満々ですね。よし、頑張ろう。じゃあね、早速、ネザー行きましょう。出発。よし。さあ、久々のね、ネザーですね。じゃあ、どこでやろうかな。なんか場所とか特にね、何も考えてないけど、まあ、なるべく近場でやった方がいいかなと思うから、むしろこっから掘るか。とね、Y 軸高さ15まで一回掘りましょう。あ、で、ちなみに耐火のポーションとかもね、一応もね、持ってきてます。うおー、マグマブロックだ、マグマブロック。この空間やだな、すげえな、ここ。ちなみにこのね、マグマブロックはですね、こう、しゃがみながらだったら、はい、ダメージはね、食らいません。確かに、マグマブロックでなんかちょっと、お家作りもありだな。はい、現在ですね、Y 軸15まで降りてきました。さあ、ここからブランチマイニングをやるんだけど、まあ、まずブラックストーンがね、めっちゃあるから、これもらってこう。ブラックストーンね、めちゃくちゃ優秀な建材なんで、見た目がね、好きなんで、もらってきます。あ、いやいやいや、ちょいちょいちょい。怖い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 。危ねえ危ねえ。さあ、ブラックストーンね、回収できたし、まあ、溶岩に気をつけながらね、ブランチマイニングやっていきましょうか。で、一応、時間縛りにしましょう。耐火のポーションね、お互い3本ずつ持ってて、まあ、8分が3本だから、24分あるので、まあ、24分間掘り続けて、まあ、お互いどれぐらい集められるか。負けてられんにぼ。毎回ね、こういう系ね、負けてるんで、僕。だから今回こそはね、勝ちたいと思います。よし、やろう。掘り方はね、任せます。じゃあ、ウリボーそっち側。俺は、じゃあこっち側。よし、じゃあお互い、健闘を祈る。何かあったら言ってください。よーい。スタート!飲め!よし、出発!古代の瓦礫以外はね、基本ね、農館です。農館だけど、クォーツとかは、もうぜひね、取ってください。クォーツはぜひ欲しいんで。あ、金だ。金出てきてるけど、金は特に農館なんで。大丈夫よ、ウリボー。え、見つけた?うわ、マジだ。ウリボーが、なんと、1個目の古代の瓦礫を発見しましたー。やべえ、マジで。早いね。ウリボー、やっぱりこういう系強いな、運が。やべえ、負けてられない。頑張ろう俺も。まあまだね、勝負は始まったばっかなんでね、まだ1本目ですから、ガンガン降ります。まあね、耐火のポーション飲んでるから、正直溶岩出てきてもね、そんな焦る必要ないけど、怖いもんは怖いよね普通にね。こっちはなんかね、砂とかはねちょこちょこあるんだけど、砂じゃないんだよな、欲しいの。もうね、こっからちょっとね、龍拳流必殺奥義やっていいですか。ね、一本でこうって掘っていくのね、なかなかね、しんどいんで、もうなんかもう、ブワーっとやっていく、ブワーっと。スーパーゴリ押し、掘り掘りタイム。うらー。でも、正直、こういう掘り方もね、俺ありだと思うんだよね。もう、とにかく掘ればあると思うんで、正直。あ、ほら、なんか穴繋がった穴。岩盤だあれ。最初、初めて俺古代の瓦礫見つけた時、確かこんな感じのね、場所でね、見つけたんだよね。悪ーとか言って、もう今回ないみたいだな。お、あったあったあった、ありました。ほら、まず1個目の
古代の瓦礫発見しました。やった、いただき。ほら、お、あ、2つあるじゃん、奇跡。リボ2つあった、こっち一生幸先いいねこれ。いや、クォーツいっぱい手に入るの嬉しいねこれね。なんか大理石みたいな感じのさ、なんか見た目っていうか真っ白のね石だからすげえ好きなんだよね。さあちょっとね、右のアイコンがねチカチカしてきたんで、そろそろ1個目が終わりだね。さあお気をつけくださいね、このタイミングで溶岩に押したら終わりです。よし、1回目ちょっと終了したんで飲もうか。手持ちいっぱいなんだよね俺も。ほんとめっちゃ飲んだ。じゃあ2本目飲みましょう、せーの、はい、オッケー。未だにこっち溶岩当たんねえな。溶岩がある方、ん？うわ、ウリボ見つけた。いいね、ウリボもね着実にね見つけてきてます、ちゃんと。すげえ、2個、すげえな。こんだけなんか簡単に壊れるからやっぱ気持ちがいいねこれね、ネザーレック壊すの。うわーと、いや溶岩止めます。いや余裕だね、やっぱ溶岩があってもね。昔これやって死んだ覚えがあるな、そういえばな。あ、上か、さらに。え、ちょ、待って、やばい、それやばい、嘘、死んでしまった昔の話ですね。マジ？ウリボまた出た？すげえな、ウリボ。やばい、このままだと負けちゃうよ、俺。まだ俺2個だからね。ちなみに、ツルハシとかの耐久値は大丈夫ですか？大丈夫か。俺もうちょっとで半分いくよ。逆に考えたら俺そんだけ掘ってんのにじゃあ出てないってことはさ。うわ、あったー、やっと3つ目を見つけました。よいしょー、いいね。お、わあ、意外と入ってる。うわ、溶岩だから俺は怖くない。溶岩を止める。ちなみにウリボーのさ、そのさ、ツルハシって効率いくつついてんの？効率4。なるほど、効率4と効率5は結構差が出るのかな。ちなみに僕はもう耐久値半分切ってます。ウリボーはまだ耐久値はそんな減ってないか。俺変な掘り方してるからか。あ、チカチカしてる。2個目がなくなります。大丈夫か。3個目の耐火のポーション、グビッと、ほい、よし、じゃあラスト頑張っていきましょう。おっと、出てきました。めちゃめちゃなんかさ出るねこんな出るんだ。おい、出た、イエーイ。やたらとなんかね溶岩が出てくるようになってきました。うわ、そして、うわ、結構ある、すごいな。これ思うんだけど、意外と溶岩がある方があれかな、生成されやすいのかね。このかさ、溶岩が出てくるとそのなんか周りである気がする。たまたまかもしんないけど、さっきもね見つけた時溶岩が近くあったんだよね。だからさっきさ、ウリボンさ、溶岩が、ああ、またあった。うわ、すげえ、うわ、すげえ、めっちゃあんじゃん。なんだこれ、3個ある3個。うひょー、運良すぎ、天が言っている、ウリボンに勝てと。おー、ウリボンもちょっと作戦変更してくるみたいですね。おった、お、結構ウリボンも見つけてんね。あとね、何分かはちょっと分かんないけど、なんかそろそろチカチカしてきそうな雰囲気あるよね。ラストスパート頑張ろう。おっと、チカチカしてきましたよ。耐火のポーションが切れる？あ、切れた、切れました。さあ終了でございます。ということで、じゃあお互いちょっと掘るのやめてもらって、じゃあちょっと一回合流しましょう。戻りまーす。なんかもうね、前半はちゃんとなんかまっすぐ掘ってたけど、後半はねもう暴れながら掘ってました。うわ、ピグリンだ。うわ、やばい、ちょ、なんだお前ら、どっから湧いた。うわやべえやつらいたわ。はい、戻ってきました。ウリボーは？あー、いたいるぴょこぴょこしてる、ぴょこぴょこ。よし、じゃあね、早速じゃあ結果発表って感じでいきましょうか。それじゃあウリボーくん、古代の瓦礫一体何個ですか、発表お願いします。6個ですか、いいですね。
私龍拳はこちら12個見つけましためっちゃ引いてんじゃん。ってことでウリボーが6個で俺が12個ということは倍の数を僕が見つけたということで龍拳の勝利。やったー、勝ったということでですね、今回ねウリボーと僕2人合わせて24分間掘り続けて、僕が12個でウリボーが6個で合計18個古代の瓦礫をね発見できました。いいんじゃね、結構。早速ね、じゃあネザライトにねちょっとアップグレードしましょうか。いきましょう、せーの、ポン。さあ帰ってまいりました。ということでね、この古代の瓦礫、これをねまず焼きます。よいしょ、早いね。やっぱ溶鉱炉で焼くとねめちゃめちゃ早いです。で、焼くとこのねネザライトスクラップっていうのができるんで、やっぱこのね経験値かまどめちゃくちゃ優秀。さっきまでさゲージが赤かった俺のダイヤのツルハシがほんと秒で回復しましためちゃくちゃ優秀で、そしたら作業台でこちら家事台、鉄のインゴット2個と木材4つでねできるこの職業ブロックがあるんですけど、これをね作ります。よいしょ、こちらネザライトインゴット、ネザライトスクラップ4つと金のインゴット4つでできるこちらを作ります。よいしょ、そしたらこのダイヤモンドのね装備とこのネザライトインゴットを合体させることによってネザライト装備ができるということで、よーし、早速作ろう。俺はね3つあるから、それこそこのマイクラ界の三種の神器と言われているツラハシと斧とシャベル、この3つをねネザライト化させます。よいしょ、ほら、うおー、いいね、かっこいいね。それではいきます、ネザライトシルタッチ、オノッチシルベル、次できました、ネザライト装備。さあ次はねウリボーの番ですね。そのネザライトインゴット1個でさあ何をねネザライト化させますか。トーテム不死のトーテムはねネザライト化できません。お、念願のネザライトツラハシをゲットしました。ウリボーはなんかどうやらネザライトの力を試したらしいので、ちょっとなんかやるか。俺のホーリーソードが攻撃力プラス7で、オノッチがね攻撃力プラス13なんだよね。めちゃめちゃ強くね。ウリボーちょっとさ一回さ装備脱いでもらっていい。俺一回このホーリーソードで一回ぶった切るから、ネザライトの斧で殴った時の威力の差をね見たいんで、いきます、ホーリーソードで攻撃、うるっ。どんぐらい減りました？あ、焼かれて焼かれてる。海入って海。多分4。4減ったと。おのっちの力を見よう。せーの。おい。え？どんぐらい減った？7。7減った？そうだわ。間違っても2発当てちゃダメだ。いい切れ味でもね、ネザライトの力ね、よく分かったと思います。めちゃめちゃ強いね。はい、ということで、今回はこれぐらいで終わりにしたと思います。いや、無事ですね、古代の瓦礫をね、見つけて、ネザライト装備がね、作れてよかったです。ってことで、最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、評価お願いします。また Twitter、Instagram やってますので、フォローお待ちします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。龍拳でした。グッバイ。